JR 滝川駅の駅前にやってきました。もうね、暗いんですけど、ね、両世紀の表彰式の帰りですね。滝川駅撮影したっていうか、滝川駅のあれですね、車載動画編だけ撮影したのが2016年の確かね、6月だったと思うので、それ以来の滝川駅ですね。あの時ね、工事してたんですよね、滝川駅。新しくなったのかもしれませんけど、雪深すぎてよくわかんないです。駅前には、潰れた製油スマイルビル。で、微妙に雪柔らかいんですよ、これね。柔らかいんですよ。気温が高いのか。前工事してたからね、ちょっと新しくなったと思うんですけど、これね、自転車置き。ああ、確かになんかね、新しくなったっぽくは見えます。新しくなったっぽくは見えるんですけど、これサムネイルどうすればいいのよ。ちょっとね、サムネイル選定に非常に悩みますね。ただいまの時間はね、6時です。あ、見えなかった、映らなかった。ご当地入場券、滝川駅もあるんだ。ネイル選定をね、とりあえずしなきゃいけない。来たからには。で、どっから撮るのがいいんだろう。駅舎が建て替わったわけじゃなくて、屋根ついただけなんだ。ここなんだ、便所だ。便所もなんか微妙にでも新しくなってる気がする。まあ、ここはね、後で確認ですね。それにしてもこの屋根すごいですね。これ何なんだろうな、中央バスの滝川ターミナルでもこの駅前広場に移転してくるんだろうか。そしてこの屋根から落ちた雪はやばいですね、これ。いつ崩れてもおかしくない。こういうの意外と危ないですね。もう3月だというのに今年は豪雪だからか、全然もう冬ですよ。で、サムネイル選定したくてもね、いいサムネイルはないな。これが限度だな。結局国鉄時代の駅舎あるんですけれども、この新しくできた屋根に隠れてですね、あんまりよく見えないっていう。まあただそれも一つの駅の姿かもしれません。そうですね、多分これね、この青いやつ、ちょっとピント合ってないんですけど、これ多分ね、バス停なんですよ。多分ここ旭川駅と同じように、駅前がバスターミナルにそのうちなっていくんですよ。多分ね、そうだと思う。で、これが滝川の駅前のビルですけどね、暗いな。ほんと暗いな、滝川駅前。まあ、バスターミナルが駅前に来たら、っていうかね、そもそもね、元のバスターミナルっていうのがここなんですよ、中央バスターミナル。だからそんなにバスターミナルの位置自体が変わるわけじゃないから、バスターミナルが駅前にできたぐらいでは、多分中心部の賑わいが戻ることはないんでしょうね。それにしても危ないわ、これ。これね、考えた方がいいよ、滝川市の人。これね、下手したら死人が出ます。俺は埋まっても大丈夫だけど、
本当に乳幼児だったらね、埋まったらね、命に関わる感じの危なさですね。そもそもなんでさ、なんで傾斜つけるこっち側に。センスねえよな。降雪したいなのに。そう思わない皆さんも。私はね、すごくね、思いますね。センスのね、屋根の傾斜だって。そしたらね、とりあえず、腹減ったからなんか食べたいんですけど、その前にベンチでも確認しておきますか。楽しみ。あったかい。暖房掘る。スメルはね、スメルイズローンかな。Thank you.